こんにちは、コッコです。本日より2日間友人と伊豆へ、桜や滝目当ての旅行楽しんできます。御殿場から2時間ほどのドライブで常連の滝に到着。駐車場から滝を見下ろせる展望台がありますよ。距離感はこのくらい。実は常連の滝は先ほど見えた通り谷の底にあるため、しばらく坂や階段を下る必要があります。階段は200段ほど。あれ、何かを発見しましたね。本物か作り物か。イノシシの剥製、本物でした。意外と大きな体。この辺りは伊豆半島のど真ん中、中伊豆と呼ばれる場所です。2月で曇りの今日はとても冷えます。この先、滝壺の手前に松釣り場があるようです。階段の途中左手に不動明王を祭りお堂が、松釣り場がありました。滝壺のそばに土産屋さんが並んでいますよ。ここは必ず通る場所なのでチェックしてみてくださいね。安藤わさび店本店、生わさびはサイズがいろいろ、冷たく冷えた飲み物も。わさびの茎の醤油漬け、三杯漬け、お味見ができるのでぜひ。お店を出て右側、ずっと遠くまで伸びるわさび田が、おや、マスかな、なんとたくさん。ん、あ、なるほど。常連の滝は高さ25メートル、幅7メートル、滝壺の深さはなんと15メートルだそう。かの有名な天城越え、名曲ですよね。天然記念物常連のパイプ持ちしだ、パイプ持ちしだ。道の駅天城越えに立ち寄り。何が売っているかな。たけのこ母さんの店にはしいたけがたくさん、生に干したもの。わさびもお手頃。ちょいとおやつタイム。しいたけコロッケ、揚げたてホクホク、味がついてて美味しい。わさびソフトクリーム、これは辛そう。ん、桜葉餅。桜見堂さんは松崎町にある和菓子店。私たちの前に並んでいたお姉さまが、見つけたら買った方がいいと、桜見堂さんに差し入れまで持参してくるほどのファンのようでした。なるほど、冷えるわけだ。桜葉餅も早速いただく。歯切れのいい柔らかい桜の葉を2枚使用しています。なんとも癖になる美味しさ。今日は滝三昧。ここから河津七だる巡りをしていきます。水垂駐車場に車を止め出発。常連の滝と同様に谷の底まで下っていきます。140メートル先に釜だる、階段が延々と続きます。下りはいいんですけどね、ここまた後で登ってくるんですよね。大きな滝が見えました。もっと近くで見てみたい。もうしばらく下まで下ります。七だるにはそれぞれに七福神が配置されており、こちらには釜、毘沙門天。少し進むと次の滝が。七福神はエビ、エビス、商売繁盛のご利益。長い吊り橋、河津踊り子滝見橋。緩やかに波打つのが特徴の片通式ウェーブ橋。足元は平らな部分あり、段差ありと歩いていて楽しいです。うねうねと曲がりくねり、その後豪快に落ちる滝。
三つ目はヘビダル。柱状節理に囲まれ、玄武岩の黒光りする様子が蛇の鱗のよう。七福神は蛇福六寿、財運祥運の神様です。この名水お次の七福神は処刑寿老神、延命長寿の神様。車に一旦戻り、大樽付近まで移動します。このくるくるした道路は河津七樽ループ橋、大きな二重のループ橋です。過去の地震被害の教訓を生かし作られたそう。ここでランチ、七樽茶屋さんへ。土曜日のお昼時、満席でした。メニューはこんな感じ。しし鍋定食は数量限定。いちごのデザートが多いのは先代がいちご農家だったからだそう。摘みたていちごのスイーツは期間限定ですよ。いちご牛乳、優しい味でごくごく飲めちゃう。選んだランチはここならではのわさび丼、生わさびと味噌汁、小鉢にお漬物付き。わさびをすっていきましょう。結構頑張ってどうにかこれくらい。丼いっぱいのご飯の上にこれまた鰹節がどっさり。わさびと醤油をかけて。すりたての生わさびってどんなだろう。いざ。か辛い。今日は外が寒かったから温かい味噌汁嬉しい。もずくの小鉢にまでわさびがどっさり乗っている。友人クリちゃんは冷たいお蕎麦大盛り、こちらにも生わさびがついていました。ごちそうさまでした。では七樽巡りを再開します。滝はまだ見えませんが、ここに大大黒天。大樽までは天城荘の敷地を通ります。大樽は七樽の中で一番ダイナミック。落差は30メートル。滝の目の前には温泉が湧いており、水着での混浴ができます。天城荘は日帰り温泉施設。この左側、貸し切り風呂のようです。一旦階段を上って、また別の入り口から降ります。七福神は出会い弁財天、恋愛成就の神様。七つ目のカニダルを目指して歩いていたら、気になるお店が。何何？竹林の隠れ家レストラン日暮らし。無人販売でこんな可愛らしいコケ盆栽を売ってる。小さな紙の手提げもあって器も素敵なの。お代金はこちらへ。日暮さんは木から川辺へ降りていきます。七福神はカニ、ホテイ、商売繁盛の神様。スタンプ7つすべてゲット、感慨深い。さてさて、少し前にランチはいただいたばかりなのですが、カニダルの前に発見してしまったレストラン日暮さんへ。
とても好みで揺らずにはいられません。竹林の石段を登っていきます。移築した古民家を8年がかりで再生したセルフビルドのレストラン。こういった建物に入らせてもらえるだけでもありがたい気持ち。靴を脱いで上がります。1階の奥には肉付き美術館が。作家中村武さんの絵画作品を鑑賞できますよ。先に注文を伝えます。2階の部屋へ。急階段です。気をつけて。見てください、この素敵な空間。木のぬくもりがあふれ、天井に大きな絵画が飾ってあります。日暮さんに来てよかったとすでにしみじみ。窓から見えるのは一面の竹林。七輪の竹積みはここからかな。お食事のメニューは七輪焼きの定食やうどんなど。カフェメニューはこんな感じ。さすがにまだお腹膨れていたのでカフェ利用。金柑ティーとニューサマーオレンジジュース。まん丸の金柑。こちらの個性的な店主さんが画家の中村さんなのかしら。今度は食事で伺いたいな。美味しそうな自家製商品の物販コーナーもありましたよ。本日は今井浜の民宿へ宿泊。チェックイン前にちょっとロケハン。また後でライトアップを楽しみに出かけてくる予定。宿泊レポートとライトアップの様子はまた次週公開しますのでお楽しみに。最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。